インスズ栄は、韓国出身のサッカー選手。K リーグ1、エバラ FC 所属。韓国代表。野球選手のインスズミンはまたいとこ。2009年に、全南ドラゴンズでデビューし、86試合に出場した。2013年1月30日に、クイーンズパークレンジャーズ FC と契約した。2013年10月25日。 ドンカスター・ローバーズ FC に2ヶ月の期限付き移籍をした。2016年2月15日、チャールトンアスレティック FC とシーズン終了までの期限付き移籍を締結した。2016年5月9日、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC との契約解消が発表された。その後、デンマーク・スーペルリーがブレンビー・イーフへ移籍したが出番はなかった。2017年1月1日、 柏レイソルへの完全遺跡が発表された。開幕前の負傷により、デビューが遅れたが、2017年6月17日の甲府戦で J リーグデビューとなった。2018シーズンは AFC チャンピオンズリーグ2018のプレイオフに先発出場するも本戦は登録外となった。2018年6月29日に FC ソウルへの期限付き遺跡が発表された。 2019年3月、エバラ FC への期限付き遺跡が発表された。U-17 及び U-20 代表でプレーし、2012年10月16日にワールドカップ予選イラン戦でフル代表に選出された。また、2012年のロンドンオリンピックに23歳以下の代表として出場した。2014FIFA ワールドカップではグループリーグ3試合に出場した。 ありがとうございます。